こんにちは、白崎あゆみです。今回はどのように本が出来上がったのかについてお話しします。こちらの本ですね、子供の自己肯定感が高まる天使の口癖という本を私自身初めて出版させていただきました。これですね、あのー、 もちろんこう私が著者としてこの名前を出させていただいているんですけれども私だけの話ではなくて全国に現在マザーズコーチングスクールの認定講師と呼ばれるマザーズティーチャーの方が1000人以上いらっしゃるんですね。でその中で今回こう本を出させていただくことになったので、まあ、一緒にありませんかということで出版チームというのを組ませていただいたんです。 そして全国のティーチャーさんといろいろオンラインで打ち合わせを56回させていただきながら子育てのエピソードっていうのを出していただいたん ですねで私自身は子供を一人育てていますのでま一、あ、人の子育てよりもまあ、例えばこう4人お子さんがいらっしゃるティーチャーさんもいらっしゃいますし私よりもずっとお子さんが大きい例えばお子さんが高校生ですとかお子さんが社会人になっているというティーチャーさんもいらっしゃいますお孫さんがいらっしゃる方もいらっしゃるんですね、まあ、ですのでそういう方のお話がたくさん載っている本の方がいいんじゃないのかなということで皆さん 皆さんのご協力を得て完成したのがこちらの本になります。これですね。あの皆さんにこ事例をあの何かないですか？とお聞きしたら、ワードにまとめたところ、なんと300枚以上になりまして、まあ、それを厳選して52例に絞らせていただきました。で、そしてですね。シチュエーション別に分けさせていただいたんですけど、ここに褒める？怒る？ 励ます促す促止めるというふうに書かせていただいて、まあ、よくある子育てのシチュエーション別に、まあ、こんな声かけしてませんかということで書かせていただいたのが、まあ、こちらの子どもの自己肯定感が高まる天使の口癖に なりますそしてですね結構その急ピッチでイラストも描いていただいたんですけども,もちろん表紙にもねこう可いいイラスト帯のところに描いていただいてるんですがもうみんなティーチャーさんもとても気に入ってまして表情がすごく豊かに子どもの表情豊かに描いていただいてるんですね。まあ、ぜひそれも見てていいいいたたただきたいなという,ふうに思っまますまたですででねあの今回本では、えー 悪魔の口癖と天使の口癖はこうですよっていうふうにお伝えをしているんですけれども、その中にこのシチュエーション別の小言になっている中の最後にですね、天使の口癖ワークっていうのをつけさせていただいたんです。でこれはですね、あの本を出版するにあたり、こうぜひこうつけてほしいなというふうに私から編集者さんにお願いをしたところなんですね。まちょっとちらっと見せますとこんな感じ <laughs> で、あの皆さんこうご自身の 口癖を書き込めるようになってます、まあ、本私自身あの、えー、福井県鯖江市にある小さな書店の娘として生まれまして、まあ、本が大好きだったんですね、まあ、ずっと本に囲まれて育ったんですけれども、まあ、でも本ってこう読んで終わりだともったいないので是非、まあ、手元にこうずっと置いてもらえる本にするにはどうしたらいいのかなということでこの「口癖ワーク」っていうのをつけさせてま いたただきました「あなたの口癖ワークシート」というところなんですがでこれもですね今、えー、その全国にいらっしゃる認定講師のティーチャーさん方がですねこの天使の口癖ワークとしてこの本を使った講座をリリースしてくださるということでその内容をブラッシュアップ しててくれていますで私たちこう専用ページで、まあ、みんなでつながっているんですけれども、まあ、そこでこう「講座や,りませんや,りますやるので参加してください」みたいなふうにこう呼びかけていて、まあ、そしたらこうキャンセル待ちがもうなんかこう参加者もキャンセル待ちもなんか100人以上こう皆さんこうコメントを告げてくださっていて、まあ、すごく既に <laughs> 人気の講座になってまして。 ぜひですね。この全国の皆さんにも受けていただけるものになると思いますので、この書籍を使った講座になります。楽しみにしていただけたらなというふうに思ってます。で、私たちはそのコミュニティの中でですね。結構勉強会っていうのをたくさん開催して。 いますまあ、最近ではやっぱりオンラインでやることが多いんですけれどもそのマザーズ・ティーチャーって先生っていう名前がついているんですがプロのコーチの資格だと思って私たちは活動してましてプロのコーチイコール、まあ、コミュニケーションのプロなんですね。で私はその コミュニケーションって大事だなということで、まあ、それを、それについてこう学び続けているのが、私たち認定講師であり、マザーズ・ティーチャーだなというふうに思ってますで。やはりですね、そのコミュニケーションの学びに終わりっていうのはないですし、完璧っていうのはないなっていうふうに思っていて、まあ、ですので私も全国のティーチャーさんからたくさんも毎日まあ気づきですとか学びっていうのをいただいているというわけなんですね。 でそして私自身こ,うこれまで、まあ、性格的には結構すぐ何でもやるというのが得意で、まあ、行動力があるってよく言われるんですけれども、まあ、でもその,その逆に考えることが結構苦手でマザーズ・コーチング・スクールでコーチングを学んで、まあ、このワークもそうなんですけれども書くことの大切さというのを知ったん ですね、で毎日例えば何かこんないいことがあったよとかこんな嬉しいことがあったよ、まあ、手帳にもそうですけれども、まあ、こんな気づきがあったよっていうのを書くでそして、えー、思いいいですすととか気持ちをを整理ししててて言語化するっっううこのの大切さっていうのを知りましたで今年は特に本を出版させていただいたっていうこともあって、まあ、これってもうすごくすごい言語化だなっていう風に感じてやはりこの考える時間っていうのをたくさん自分自身もとることができたので以前よりも少し バランスのいい人間にはなれたんじゃないのかなという風に私自身も思っています今回はどのように本が出来上がったのかについてお話しさせていただきましたぜひいいねボタンそしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします白崎あゆみでした